良い人なんでしょ。いい人ですよ。お好きなものを食えや。違う違う、いい写真ですね。ポスターにできるぐらい偽物みたいなのがいっぱいあるのよ。ミルマスカラス以来ですね。そのなんかそのいやグータッチがするからちょっと次行きましょう。次行きましょうってノーコメント。結構ギリギリなんですよ。アップアップなんですよ。今日のテーマ昭和の月ということで、何人もの方から月光仮面をかけてください。はい、正式なタイトルはこの曲の、はい、月光仮面は誰でしょう。そう、女の子も歌ってたら誰でしょう誰でしょう誰でしょ う、もう水曜日のガチ級みたいな感じでさそうですね。誰でしょうって でも、まあ、日本戦後最大のヒーローですよね。うん、それで良い人なんでしょ。いい人ですよ、ね、いい人っていうのはなんかさ、お好きなものを食えやとかっていう違う違う俺の兄貴の世代ですね、うん、今だからもう60代終わりか70代の人はみんな風呂敷をねマントにマントにして、で水鉄砲かなんか持っちゃって鉄砲かなんか持っちゃってだから手作りのサングラスから作るのそんな写真があるので誰かあったら送ってください。もううん、そのごっこをやってる時ね。そうその、うん、稲寄さんからいただきました。この方ね平成生まれなんですよ。平成6年生まれの方、平成生まれの方から来るのもいいね、うん、昭和について話す、うん、万博だこれ。月の石の話なんじゃないこれ。アメリカかね、はい。父昭和35年生まれが小学生の頃、家族と親戚合わせて4人で1970年に開催された大阪万博に行ったそうです。父たちはアメリカ間の1969年人類初の月面着陸を果たしたアポロ宇宙船の宇宙飛行士が持ち帰った実物の月の石を一目見ようと4時間以上長蛇の列を並んで待ったそうですと。でそのお父さんが小学生の頃、この太陽の塔の前でね撮ってる写真、うん、これはお父さんがだから僕より一つ下なんですよ。だからお父さんこれ小学校4年生ぐらいだと思います、うん。いい写真ですね。これもうなんていうか歴史ですよね。もうこのままなんかポスターにできるぐらいのね雰囲気ですけど、うん、ただね稲寄さん、山根さんはなぜ今こういう大人になってるか、万博に行ける行けないのその分かれ道だったそうですよ。うん、ケンジ君遊びましょうなんですよ。僕20世紀少年です。でもねこれはね、はい、前も話したけど、はい、その月に行ったというって言ってその時からその、はい、うん、アポロ11号そのイーグルっていうね、お、あ月面着陸のプラモデルがもうすっごい売れるの。売れた。なかなか高いの。高い。それで、ね、手に入らない。俺結局なんかパチモンみたいなものしか買えなくてで街の駄菓子屋なんかにも、はい、もうなんかアポロの中偽物みたいなのがいっぱいあるのよシールとかも含めてなんとなくアポロなんだろうけど、アポロとつけばもうなんか大騒ぎですよもう。で、コリンズとオルドリンとアームストロング船長か、うん、それでそれの名前とかみんな覚えるわけよ。そんな外国人の名前覚えることなんて、ミルマスカラス以来ですねそのなんかそのいやプロレスラーの名前ってすぐ覚えれたでしょ。レスラーの名前覚えられるのにね。カズッチさんが昭和の月でもね、送ってくださってまして、月は満ち欠けするものですが私の記憶の中昭和の月はいつも満月です。子供の頃夕方バスに乗って帰るとき窓から見える月はまるで私の方を見て私についてきてるような感じがしました。友達の家に遊びに行って帰るときも見上げるといつも月が見守ってくれるような気がしまして、月はきっと私のことが好きなんだろうと当時思っていました。自意識過剰ですが幸せな子供だったんだと思います、うん、次行きましょう。次行きましょうってノーコメントそこを広げるのがあなたの役目でしょ。採用1みたいなこと書いてあるまあいいんじゃない。でも、なんか追っかけてるんじゃないかなって思ったりする。ありますよ。 あるよね。未だにあるもん僕。でもさ、はい、お先が餅をついてるとかって言うじゃないですかそう見えるよ。見えるよな。あれ見えるよ。あのウサギの耳と、うん、まあ、ウサギとあんまり得意じゃないですけどね私なんかグータッチとかするからグーッとかするからで原さんかカニっていう人もいるんですよ。カニカニが見えるって
それはまた今度見てみて、満月視力がすごいな、視力がいい関係ない。いやでもな、はい、あの金持ちの子供とかがさ、はい、友達とかが、はい、天体望遠鏡っていうの僕らの時もそれも、もうすごいのって言って、さっきのアポロ11号の時で、はい、うん、クレーターっていう言葉を覚えるわけですよ。ね、でそれが見えるわけだ、そいつの子のあれ見たら、結構いいやつなんだ。いや見たからどうっちゅうことはないよ。じゃからどうなんかっていうのがあるじゃない。それ知識欲ですよ。いやいや、海のトトロさんです、うん、昭和の月、昭和の月といえば月星シューズ、靴わかるよ、これも、ね、服側ですよ、山口県の、小学生の頃憧れていました、うん、なかなか買ってもらえなかったなって、すぐにあんた大きくなって履けなくなるからとワゴンの中にある安い靴を買ってもらってた記憶があります。そこまでこうできたら親の職業も書いてほしいですよ。ダメだ、個人情報。いや、はい、はい、ヤスさん、うん、小学生の時に履いていた靴って月星じゃなかったですかねって、え、この人変えたんだ、親の職業を書いてほしいです。いやいや、そうじゃない、そうじゃないの、あんたもなんか言うてや、そこに突っ込んでくれかなんか、役目だから結構ギリギリなんですよ、アップアップなんですよ。